この展開になってきたとき、この選択肢が出てきたときにね、まず、俺はね、一周目でも同じルートを先にたどって、その後に、if のルートをたどっていこうと思いますね。そういうスタイルでいきたいと思います。というわけで、今回は一周目と同じく、ってことは、神谷君の助けになろうの方だろうな。で、というわけで、こっち選びます。来た来た来た。神谷君が僕に笑いかける。どうしたの、影山。そうだ、神谷君のためだ。どうなろうが、これは少なくとも神谷君のためになる。彼の笑顔が凍りついた僕の体を動かした。登録さんが語っていたこの世界の仕組みについて、一旦おさらいしてみてもいいかな。おさらい。影山がそれを必要だと思うなら、ぜひやるべきだ。神谷君の、促しに力をもらう。うなずいて、自分の中で情報を整理した。クロノス世界には一つのミッションがあって、それをやり遂げることでこの世界から脱出できる。逆に言えば、この世界は僕たちにそのミッションをやり遂げさせようとしてる。だからこの世界は手伝ってくれるんだよ。電気が使える使えないも、記憶が消えてるのも、メッセージだって、全部が僕らを導くためのヒントなんだ。これが書いとった内容でもあるんかな。そこで一回、己をリセットするために深呼吸をする。ここまでの情報は、東国さんがみんなに伝えていただいたことだ。ああ、これは言おったんか。言おったか、そうや。ここから先に進んだら戻れない。僕のやろうとしていることは、本当に楽しいのか。何度もうちで問い直す。本当に正しいの？もう一人の僕。正しいさ。君がやっていることを自信持て。自分のことだよ。内なる鉄くんが語り合っているよ。もし違っていたら、違っているもんか。その可能性に身が震える。大丈夫だ。自分を信じて。でもそれでも、変わらなきゃ。その息だ。世界は僕たちの味方で、だからこんなこともできる。容疑者リストを出して。出た。そしてユリアちゃんに繊維が控えているんだよね。すると、僕の呼びかけに、応答するように、じーっとディスプレイを音を立て、次の瞬間、名前の羅列が表示された。ディスプレイにみんなの名前が表示された。ただ、東国ユリアという文字には横線が控えて消してあった。桜井君の反応を見ると、彼は東国さんのノートを全て読んでいるわけではないようだ。驚いてるからな。わあ、ゆうちゃんの横乳。ノートは分厚く、びっしりと、文字が書かれている。僕がこの記述を見つけられたのは幸運だった。実は東国さんにディスプレイの活用法についてこっそり聞いていたんだ。伝えるのが遅くなってごめん。みんなは驚愕の表情でディスプレイを眺めており、僕の謝罪など誰も気にしている様子はなかった。世界が提示する容疑者は8人で、ロー君は入ってないんだよ。だからロー君は絶対に犯人じゃない。待てよ。あくまでも僕ら8人の中に人殺しがいるっていうのか。なあ、ユリアの名前が消されてるのってなんだよ。おお、そこを気にするよな。わからない。なんだよこれ。ローがじっと僕のことを見ている。面白くなさそうに睨みつけていた。面白くなさそうに。桜井君の部屋の前に立ってからすでに10分が経っている。ああ、そうか。
決意を表明したところやな。これ部屋に侵入しノートを覗き見たことを謝ろうと思ったが勇気がなかなか出なかった。もしこれで自分に疑いが向いたらどうしよう。そんなことを思うと不安で動き出せなくなってしまった。さっきは神谷くんの前だったからうまく動けただけだ。神谷くんがいないと本当に僕は何もできないんだな。つくづく神谷くんのことがすごいと思うところだった。自分が情けなくなった。こんなんじゃダメだ。勇気を振り絞って拳を握った。ノックをして少しするとドアを開けて顔を見せた桜井くんが僕を部屋の中へ促してくれた。恐る恐る中に入る。どうした影山、何か用か。何もないかのように装っているが僕がいぶかしんでいることが瞳の奥に感じられた。僕のさっきの行動でノートが覗き見られたことには気がついているだろう。謝りたくて。謝って許されるようなことじゃないと思うけど、僕桜井君の部屋に勝手に入ったよ。それでノートを勝手に読んだんだ。さっき話したことも全部ノートに書いていたことで本当にごめんなさい。うん、いやいいんだ。あのノートは本来全員で共有すべきものだから。隠し持っていた僕が悪い。そう、こんな展開だったな。有志の言葉が聞いてホッとする。うん、桜井君は悪くないよ。仲違いを避けたかったんだよね。僕も同じ立場ならまず隠し持っていたと思う。重要だ。それだけ重要なことやもんな。えらい結構だいぶ重要なのことが乗っ取るはずないよな。影山、教えてくれ。どうしてそんな大胆な真似をしようと思ったんだ。そうだ、確かこの頃は責めてるわけじゃなくて純粋に知りたいんだよ。テズ君のことを様子おかしいと思っとった頃やもんな。僕の中の影山と、うん、目の前の影山がなんだか噛み合っていない感じがするんだ。それよ、そんな感じで言おうってもんな。自分を一番大切にするのをやめようと思ったんだ。どういうことだ。僕ってさ、これまで大事な時に全然行動できていなかったんだ。いろんなことに気づける目は持っているのに肝心な勇気はなくて、自分が傷つきたくないから何もしなくて。けど神谷くんのために。でも変わらなきゃいけないんだ。ああ、これ神谷くんのためにっていうのはもう頭についとったんじゃな。心境的にはこんな状況だからこそ僕にはできることがある。うん、変わるんだ。神谷くんや桜井くんみたいに。こういう決意があったんだ、鉄くんは。そう言うと桜井くんはどこか安心したように小さく笑みを浮かべた。納得はしてもらえたようだった。そうだ、町工事くんがこれからスクランブル交差点でワンマンライブをやるらしいんだけど。そうじゃ、この後じゃ問題はこの後消えたよな。誰にも会うことなく消えた桜井くんが最後。あ、ちゃうな、神谷くんが一回会っとったんでなかった。まあアリバイが消えたよな。そうじゃ、確かゆうちゃんが撮ったカメラでこの後神谷くんに会うんだったんじゃなかったっけ。それが1週目の第4章で伏せられとって第5章で明かされたような形だったな。ワンマンライブ。こんな時に何考えてるんだあいつ。あいつはジャイアンか。多分町工事くんなりにみんなのことを考えてるんじゃないかな。そんなに歌うまいのかあいつ。俺の歌で新規臭い空気変えてやるぜって感じに。これでさ、歌い出した時にさ、その辺の空気でさ、ボエーっていう言葉ができたらさ、やめろってなるからな。そうか、そう考えるとあいつらしいな。笑顔、桜井くんが笑う。本当にこの幼馴染グループのことが大切なんだなって思う。僕は遠慮しとくよ。ちょっと考えたいことがあるんだ。ライブはみんなで楽しんでくれ。わかった。
それじゃあおやすみ。あ、また明日。この後の問題は、部屋が出て行ってどうなる？ホテルをそっと抜け出して近くの古本屋に入る。古本屋？古本屋。なんで？とりあえずどこでもよかったけん隠れたかったかな。店の手動の扉を閉めた途端、ふっと肩が軽くなったような気がする。この古本屋は僕にとってプライベートスペースだった。あ、そんなによく来よったんじゃ。わあ、すごい悲しい BGM 流れてるやん、お前。いつも店主がいるが、それもこの世界ではいない。完全に僕だけのスペースだ。落ち着いた髪の香りが心地よい。今日は疲れた。今日ほど疲れた日が今までにあっただろうか。僕のしたことは正しかったのだろうか。その答えは今はわからない。この世界が終わるときに全てが明らかになるだろう。僕は変われたのかな。こんな心境でおったんやな、消える前。変われたはずだ。自分自身でも明確だと思えるほどに。自分が嫌いでずっと変わりたいと思っていた。それでも変われないでいた。どうして今日は変われたのだろう。そう考えた時にきっかけはやはり神谷君にあると思った。そうやな、彼が僕を後押してくれていた。何があっても彼が何とかしてくれる、そう信頼があった。そうじゃないんだ。気がつけば僕はまた神谷君に頼っている。僕が変わりたかったのは、一人で全てを背負う彼の荷物を少しでも背負いたかったかなのに。苦しいはずなのに何も言わずに平気な顔で耐える彼を見ていることがしかできなかった。そんな自分が嫌で変わりたかったのだ。もうあんなことは嫌なんだ。でもまだちょっと、あ？そうで思い出す？あんなこと？確かに何かが頭に思い浮かんだはずのに、それは次の瞬間には泡となっと消えていた。あ、まだ思い出さんのじゃ。何か忘れてる。その答えはどうしてか神谷君が持っていると思った。え？あ、でも、あ、あー、ローと一緒にいるの、お前ら仲いいな、お前ら。この後ここ、ああ、なるほど、神谷君の部屋に来たんじゃ。神谷君の部屋を訪ねるとロー君がいた。二人で何か話しているようだった、うん、何を話していたんだろうか。ローがおるんやな。まだロー君が神谷君を脅している可能性もあったが、それはもう不可能だろう。うん？僕の考えが正しかったのなら、ロー君にもう手段は残されていない。実際に正しいかどうかを分かるのはもっと先になるだろうけれど。どうかした？ちょっと話したくて。ロー君は神谷君の後ろに下がり傍観していた。あの後ロー君はそのままこのままみんなと共に行動することになり、その場は解散となった。神谷君がそう説得したんやな。みんなはロー君を受け入れるほかなくなった。少し意外でね、影山がローのためにここまで動くなんて。てっきりローのこと嫌いなのかと。ローのためじゃありませんよ、神谷君、君のためですよ。僕はただ神谷君と同じことをしただけだよ。俺と同じこと？仲間外れを作りたくなかっただけ。そっか、君は優しいやつだもんね。優しくなんかないよ。僕はただ傷つくのが怖くて自分で何もできない臆病者だ。でも今から変わるんだろ？違うよ。
どうして俺が影山に声かけたか知ってる？知らないけど。何か意味があったの？僕がクラスの余り者だったからだと思ってた。神谷君は優しいからこんな僕にも声をかけてくれた。影山は誰よりもみんなをよく見てる。だからこそ慎重になることもあるけど、でもそれは誰よりも優しいってことなんだ。ローがすごい複雑そうに見てるぞ。だから影山に声をかけたんだ。優しくなんてない。僕はただ自分が傷つきたくなかっただけで。人の痛みがわかるからでしょ。わあ、そう言ってくれるとテズ君の優しさっていうのも報われるような感じがする。神谷君が理屈なく笑って、なんだかそれを見てどんな反論も無駄なような気がした。神谷君ありがとう。神谷君は僕をそんな風に言うけれど、でもそう言ってくれるのは君だけなんだよ。僕に良さみたいなものがあって、でもそれを見つけ出してくれるのが君だけなら、僕はここにいられて本当に幸運だった。どう？思い出す。目の奥が熱くなり、ズキーと頭が痛んだ。どうもしないの？どうにかしたいよ。でもできないんだ。すべてを救い切ることは誰にも。はそうだよね。これは失っていた記憶だ。ああそうか、だから僕は犯人が分かった、今回僕がやったことが生きるかどうか分からなくなった。それを生かすのは僕ではない。自分に時間がないことは分かっていた。何を言ってるんだ神谷君。僕は君に感謝してるんだ。ああ本当に感謝してるんだよ。あ、だからもっと自分を大切にして。そうだな。それじゃおやすみ。どうなるんだよ。なんだよ今の。これで僕は消えるからみたいな誘ったような言い方。神谷君の部屋から出て自分の部屋に戻ろうとした。でも足がうまく動かなかった。ホテルの廊下で一休みする。頭が重い。まるで自分のものではないようだ。影山。ん？神谷君どうした？あ、ここか。ここじゃカメラどっか仕掛けとったん。どっか仕掛けとんかなこれ今。どっか見渡せばあるんかなこれ。見当たらんな。でも確か角度的にこの辺じゃなかったっけ、向こうの辺じゃなかったっけ。ないな。でもすごいとこ仕掛けてんな。だとしたらあいつ。ゆうちゃん声をかけられて振り返ると神谷君がいた。どうやら僕を追いかけてきたようだった。どうかした？何か忘れ物でもあったかな？そうじゃないんだ。ただ神谷君がくじごもる。こんな彼を見たのは初めてだった。今まで寂しい思いをさせてたかもしれないって思って。ん？寂しい。俺にとって影山も諸角も大切な存在だ。でもだからこそ身近にいても頼りはしなかった。いざという時に巻き込みたくなかったからだ。ああそういうところあるよな。自分で全て抱え込む人って大体仲間たちを危険にさせたくないっていう思いがあるよね。かえらしいやと笑ってしまった。でもそれももう終わりにしようと思う。俺はちゃんとみんなのことを頼り。どうして急に？今回影山がディスプレイに容疑者リストを出して本当に驚いた。きっと君なりにずっと考えてあれが最善なんだと導き出した答えなんだと思う。そう通りなんだよ。思えば俺は何かと助けられてきたんだ。今回みたいに一人で何かしたつもりで
でも実際は何もできてはいなかった。ああ、神谷君も、神谷君も人を助けてもらっているっていう、そういう気持ちがあったんやな。最初から助けられていたんだ。それならちゃんと頼らないと。胸の奥がじんわりと温かくなった。ありがとう。でもそんな、だから協力してもらうために伝えておくよ。ん？何を？神谷君が壺を飲み込む。彼が緊張している姿は初めて見た。影山、俺は黒の世界を経験したことが。ここで言うんだ。それは嘘だろ。だからこの世界について最初からいろいろ知ってたんだ。鏡の壁のことも含め。その情報は衝撃だった。場合によっては根底から全てが覆える。そうやな。それでも今はただ彼がそれを僕に伝えてくれたことが嬉しかった。俺を手伝ってくれるか？もちろんだよ。神谷君が僕を頼ってくれた。信じられなかった。目の奥が熱い。僕はずっとこの瞬間を待ち望んでいたのだと理解した。でもよ、この流れは、その瞬間を失った。せき止められていた何かが、急激に溢れ返る。わー、だよなー。だよなー。あまりの衝撃に、その場でよろめいて、何かが起こり。おい、影山？迷惑はかけたくなかった。カヨニア君の目の届かないところへ向かおう。逃げた。ここまで来たんじゃん。もうワンマンライブは終わっていた。それだけ早足になって神谷君から距離を取った。気がついたらスクランブル交差点まで来ている。膝をつく。もう足に力が入らなかった。僕の失われていた記憶が全て戻ってきた。ここでか。僕が何をしたのか、何をしなかったのか、何をしたかったのか。僕が本当に救いたかったもの。そっか。ごめんね、二階堂さん。救いたかったもの。それはカレンちゃんだったのか。わあ。僕自身の体が光り出しているようだった。何が起きているかは分からないが、それが終わりなどだと直感的に分かった。そして終わってしまったのか。ああ。ね、え、誰誰誰、え、え、誰誰誰、ね、こんなの犯人みたいなやつ出てきたで、お前。え、近づいてきた。うわあ、ちょっと待って、その子は顔は怖いわ、お前。なんだったん？変わらなくちゃいけないんだ。誰だよ。